昨日2021年6月13日に行われた RIZIN 28東京ドーム大会、メインで朝倉未来選手とクレベル小池選手が対戦し、クレベル選手が下からの三角締めで未来選手を失神させて勝利しました。未来選手は以前からタップはしないと公言しており、クレベル戦前にも同様の発言をして物議を醸していました。今回はクレベル選手が三角締めを決めるに至ったポイントを2点に絞って解説します。この試合、わかりやすく大雑把に言うと、ストライカー VS グラップラーという構図で、2021年3月の試合で強豪グラップラー、真島和正選手を下からの三角締めで下して、キャリア25勝中21回の一本勝ちという、とんでもない記録を持つクレベル選手に対して、未来選手は絶対クレベル選手のグラウンドに付き合ってはいけないという見方がなされていました。なので未来選手はクレベル選手にテイクダウンを許さず、かつグラウンドに引き込まれないようにし、もしグラウンドの展開になっても、未来選手はすぐに立ち上がって、スタンドで戦う戦略を練っていたのではないかと思われます。しかし試合は2ラウンド、クレベル選手は未来選手に飛びつくとまんまとグラウンドに引き込んで三角締めを決めました。ポイントのまず1点目、首相撲の対処。クレベル選手は首相撲の打撃を相当練習していたこともあって首相撲で組むのですが、1ラウンドのそのシーンで未来選手は首相撲に対して内側から手を入れて相手を押して離れるのではなく、両手でボディロックしてテイクダウンしました。これはセオリーとしては通常全く問題ないのですが、下からの戦いに持ち込みたい異常な決めの強さを誇るクレベル選手にとっては好都合な展開でした。ここは未来選手がしっかり逃れましたが、問題は2ラウンド、クレベル選手の首相撲の際の肘打ちが非常に強く、未来選手は顔の右側がボコッと腫れ上がるほどのダメージを負わされました。その首相撲と肘のプレッシャーもあってか、未来選手はここでも相手をプッシングして離れるのではなく、ボディロックでテイクダウンする形でグラウンドに引きずり込まれてしまいました。この首相撲を用いたクレベル選手の巧妙な作戦は、週3ペースで通い続けているベルウッドジムというキックボクシングジムの鈴木弘明代表らと共に練られたものではないでしょうか。そしてポイント2点目、三角締めの攻防。三角締めは相手の腕を1本だけ両足の中に入れて足を組んで決めるのですが、相手は決められないようによく両手を相手の両足の中に差し込んでそれを防ごうとします。未来選手のボディロックはまさにその状態で、この体勢なら三角締めを決められる恐れはありません。これは打撃のないグラップリングや充実の試合で、相手に下からの三角締めや腕ひしぎ十字固めに持ち込ませず、パスガードにつなげるための連絡として有効とされています。しかし両手が塞がった無防備なこのボディロックは、 MMA では下からのパンチや肘打ちをもろに食らってしまうため、瞬間的な連絡として用いるにとどめて次の展開に移行する必要があります。そのため未来選手は両手をほどいて次の展開に備えたのですが、腕を頭に巻かれて体を起こすことができず、しかも未来選手の左手がマットについた、いささか不安定な状態です。クレベル選手はその左手がマットから離れた瞬間を逃さず、未来選手のリストを掴んで遠くへと引き剥がし、その瞬間に右足を未来選手の首に巻きつけて三角の形を作りました。これは充実の基本的な動きで、初心者でも打ち込みで練習する技で、その基本的な動きがクレベル選手は異常に素早く精度を高く芸術的に行ったのです。両手を相手の両足の間に入れる時間もスペースも全く与えないほどタイト、かつ瞬時にクレベル選手は三角締めを決めました。未来選手は右手を抜きたくても両手で掴まれてそれもままならず、ならば上半身を起こせないまでも巻かれた右腕の方向に回り込んで三角のロックをほどくのがセオリーですが、クレベル選手は右手で未来選手の左足を担いで右側に逃げることも許さず、なんとかエスケープしようとしていた未来選手にタップする時間さえ与えず締め落としました。以上、クレベル選手が三角締めを決めるに至ったポイント2点の解説でした。そしてここからは余談ですが、締め技はすぐにタップしないと死ぬという誤解についてお話しします。三角締めを含む全ての締め技は、相手の頸動脈を塞いで脳に血液が行き渡らないようにするため、脳が一時的な酸素不足状態に陥って失神します。これは試合においてはレフリーや対戦相手や周囲の人たちが気づいて試合を終了させるため、選手の健康上何の問題もありません。日常の練習においても、誰かが締めで失神することはジム単位で見るとそんなに珍しいことではなく、もしスパーリングで落ちたら技をほどいて目が覚めるまで待って、目が覚めたら笑い話にでもなるような事柄です。落ちても目が覚めたら1本だけスパーを休んですぐに練習を再開する程度の話なのです。締め技を食らった人が失神する光景は、初めて見る人にとってはとてもショッキングなものですが、慣れればそんな大した話ではありません。もちろん落ちた後も気づかずに締め続ければ脳障害を引き起こしたり、ひどい場合は死に至る恐れもありえますが、格闘技においては締め技で失神しても往々にして適切な処置がなされるため、繰り返し
にはなりますが、そんなに大した話ではないのです。試合で締め落とされた選手がフラフラとすることもありますが、それは単に激闘の直後でダメージを負ったり疲れたりしているというだけで、失神による脳のダメージではないのでご安心ください。これで今回の解説を終わります。解説に分かりにくい部分や言葉足らずの部分がございましたら、コメント欄からお知らせください。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。